どうも、エイトでーす。こんばんは。今日はですね、またやっちゃいますよ、爆食を。そろそろ見たいんじゃないかな、僕がこれを食べてるの。そして今日はですね、プラスでもう一人爆食をしてもらう相方を呼んでます。では呼びましょう、この方です。はい、どうも、ミスド大食い選手権世界ランキング1位のタイガです。うん、俺が1位だ。私は俺が1位だ。で、タイ君はその後にももう1回日本大会があって、そうです。はい、で、今大会が終わってどれぐらい？プラス12キロになりました。はい、おめでとうございます。2週間ですね。2週間で、まあ確かにね、前会った時は確かにちょっと顔が丸くなられて、うん、まあむくむくむくみんく、はい、食っちゃおっか。はい、出しましょう、はい、出しましょう。そう、今日の企画はマック1万円企画。いやー、もう怖いんですよね。やばい。出していきましょうか。出していきましょう。はいはい、じゃあ、じゃあ、もう見えん、俺が。何も見えん。おい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 。おいおい、えぐいだろ。もうここ画角のインパクトがすごい。やばい。ちょっとね、並べてる途中によだれ出ちゃいそうでした。手が出ちゃいました。はい、食べていきましょう。はい、まずお一つ目で、でこれは何だろうな。チキンでしょ。チキン、うん、チキンいっぱい頼んだね。チキンばっかなんですよ。ちょっとわかんないわ。全部チキンのバーガーっす。あ、うまっ。スパチキかな。あ、スパチキですね。スパチキだ。うまい、久しぶり食った。え、うまい。もうでも最近食べてないんじゃないですか、マックとか。最近はまた食べてない。え、本当っすか。うん、一回見すか。うん、じゃあ僕は一品目マックナゲットいきます。なんでなんで、マックあったでしょ。しかも味なし。素材の味を楽しむ。美味しかった。まあ、じゃあ、はい。まあ、前菜をいったところでフィレオフィッシュ。ソースがエロ。生めかしいですね、ソースが。生めかしいって何？コメは多分無言でうまさを感じながら食えるんですけど、うん、うまい。食べてるこぼした。結局僕がこれ、5120円、僕が4980円、2人で1万円。これは新発売のボロネーゼグラコロ、いただきたいと思います。うまっ。うん、ボロネーゼとか全然食べたことない。あれだって、あれでしょ、パスタ。パスタっすよね、パスタっすよね。グラタンえぐ、めっちゃ濃厚そう。うん、え、じゃあ逆に僕普通のグラコロはどこだ。あ、こいつか。多分いきます。なんかあれじゃない、あの噛み切らんで、うん、くるくない。マジ飲めますね。うん、うん、うん、うん。これなんか中毒性あるっすよね、マックね。なんか変なもん入っとんかな。いや、絶対入っとるよこれ。危ないね。なんか何ソースですか。コクうまステーキソース。うん、ナゲットはなんか4つぐらいソースがあったんですよ。コクうまステーキソースとロブスター&トマトクリームソース。あ、もう分からんもん。でも名前になってますよ。とマスタードとケチャップがあって、僕はちょっとステーキを選びました。で、こっちもうまっ。うまっ。これステーキソースだ。いただきます。さっきノーマル食べてるんで、うん、逆にえ、ちょっと待って、めっちゃうまいよこれ。いや、待って待って、てか一口目でもうあの超ステーキソース。ここに
入れて、ね、もう風味が出てきます。やばくない？これめっちゃ美味しい。うわ、買って正解。なんかこう、バーナゲットで腹くんのやな。うわ、ロブスター&トマトクリームソース、想像できなくないですか？トマト&ロブスター、ロブス、まずロブスターの味知らんし。これがロブスターや。何の味ですかこれ。これが、あ、なんかうまい棒の味がするっす。失礼。うまい棒の味するっす。うん、分からんことになる。まあまあ、まあ、バーベキューソース、まあ、多分安定のこのバーベキューと、うん、バーベキューとマスタードどっち派？僕、昔はバーベキューだったんですけど、うん、最近マスタードになってきた。最近？はい、いや、僕、減量期でマスタード食べるようになってきて、あ、これマスタードってうまくねみたいな。俺もなんか、もともとバーベキューソース派だったけど、マスタードを食べてる人かっこいいと思って、そっからな。いや、そっからマスタード食べるようになった。うん、それは海外で、マンダっていう時とかじゃなくて、がっつり日本。友達で、お前何？みたいな。うん、俺、バーベキュー。うん、お、お前何？俺マスタード。かっけえな。マスタード。マスタードって響きバリかっこよくねえと思って。から俺はもうマスタード一択です。ちょ、シャカシャカチキンのシャカシャカしたい。じゃあ俺、オレオレチキン、オレオレしたいっすよ。これマジ臭いんすよね。あ、そうなの？え、臭くないんすか？これ食ったことないの。え？ポンポン、この袋でフリーをやって初めて。でも、これは一生持ってる。こんな年上嫌よな。こんな先輩嫌。しかも同郷だし。はい、デレデレデレビッグマック。これなんでパンの中にパンが挟んでるんですか？これビッグマックだから。うん、ダメージでかいよ、ビッグマックは。お、いい匂いするじゃん、あんた。グランツンブングン、グランツンブングン、何ね、何ね、懐かしい。絶対学校で一回はやったよね。グランツンブングン、シェケシェケチキン。じゃあ僕チーズ食べる。あ、いいよ。くっせー、マジで。うわ、うまっ。なかなかって言うのよ。シェカシェカチキン、チーズ、どっち派ですか皆さん。コメントよろしくお願いします。まあこれ重いな。あー、でも美味しいよ。いや、いやー、もうナースケ君に言われたくないもん。タカ君、食べないよね。ナチュラルに言ってたからね。普通に素で出てきた言葉でした。アップルパイ。うまっ。三角チョコパイ売り切れてたんですよ。これな。はい、大丈夫。ステーキにリンゴが落ちるっていう。あ、でもステーキソースとか。ああ、でもリンゴ隠し味でリンゴ入っとる。超オレオ美味しいよね。俺も超オレオ食べよう。俺も超…え、俺普通のオレオっすか？超オレオだよ。え、これ全然違う。え、俺絶対そんな入ってなかったっすって。いや、混ぜたら一緒って、ほら一緒や。あ、ほんとや。おるおる、こういうやつ。超オレオうまっ。なんかさ、超オレオ買うときさ、普段はさ、うん、すげえ贅沢してんなって思いながら買うんだけど、うん、今日に限ってはもっと高くあるって願ったもん。なんで370円？もっと高くあれ。ああ、ダブルチーズやばい。チーズが固まっとる。えぐ。その段階から早い。まだビーフバージョン、スパチキのダブルチーズバーガー。うまっ。うわ、カル全部これが良かったらいいな。あ、てかなんでダブルチーズバーガーにするの。あ、もう美味しい。あー、やばいな、これ。開けますか。開けましておめ。開けおめ。
おっそ新年からもう最悪でしょこれ見る側は絶対楽しい、やってる側は本当にヤバい。いや僕だって他の YouTuber さんもしてたんですけど、うん、3人か4人ぐらいで来てました。そうなの。はい、私2人で5000円ずつ頼みましたね。そうな、後ろに行列できてましたから注文長すぎて、ちょっと確かにちょっと申し訳ないと思った。でも一つ言えるのは、あの後ろに並んでた人たちが全員頼んでも僕たちの総額には絶対かなってないです、うん、頼むもなさすぎて俺サラダ頼んだし、なんだ枝豆コーンも頼んだし。え、初めて見たそれその前と米と唐揚げとどっちがいいですか。こっちの方がいいですか。どうだろうな、今のところはまだこっちかな。こっちっていろんな味があるじゃん、うん、いや、ほぼ一緒でもで、うまっ。体にピースカルピス体にって言ったらピースでしょじゃあカルピスしかないでしょうまっ。ラッシー、ラッシー、ラッシー要素でシェイク頼んだけど効果なし。あれはね、たまるだけだから。はい、これやめた方がいいですよ。でも俺もマックシェイクある。しかも L ですよね、コーラ、コーラ L です。うん、俺、戦略家だから、アールグレイティーどうした炭酸は終わんのよ。あーこれ、絶対きついもんな。ガウチョークうまっ。超俺よ。でも一つ思ったのは、意外とマックって品数少ないんですよ、こう見たら。確かにめっちゃ思いました。実を言うとここにパンケーキもあるんですよ、うん、うちパンケーキ。俺も頼んだ。はい、朝食べるとうまいんだけどな。やばっ、ドラ焼きみたいなもんですよでもこれに絶対 あんこ乗せたら乗っけたらドラ焼きでしょこれ。うん、なんか本当にメニューを3周ぐらいしそうになった、うん、ね。もうだからこっからここまでって本当にあの大富豪みたいなあの注文の仕方するしかないかもしれない、うん、枝豆コーン、うん、あれどうしよう、俺もう一個あるわ。あ、これ頼んだよ。よかった、頼んだよ。サラ頼んだ。頼んです。どうしよう、俺だよこれ。これさ、学校の給食の時にさ、メープルとさ、蜂蜜、うん、あー、はい、マーガリンでしょ。あ、マーガリンとメープルと蜂蜜おい、ガチャガチャ片方だけさ、学校で出すやついなかったって。そんなやついるんですか。終わって片方だけ出す。あー、バーガリー食べたくないから。そう、ああ、え、おらんかったそういう人。いない。そんな頭いいやついないんだよ、僕の学校。俺の学校めちゃくちゃ頭良かったから。僕の学校マジで多分ドベッチメイン君とだー。はい、ちょっとね、一瞬カメラ止めて一旦休もう、休みながらゆっくり食べようつって食ってたんだけど、うん、そうですね。厳しい、これはやばいんで、まぁ、あ、ちょっと一旦、まぁ、あ、せっかくさっき、まぁ、あ、軽くなんか質問的なもん募集したんで、なんかお互い集まった質問ぶつけましょうか。う、この食べ方だけずっと気になってる見たことないのよ、上から数枚だけ食べていくシステム。見たことないじゃん。こんな泣き物にしたよオーブンとかない。ないっす。電子レンジないです。違う、パン焼かないですもんね、僕。エアフライヤーってしょ。うん、エアフライヤーしたら絶対うまい。パンパサパサになりません。ならない。ほんとっすか。マジっすか。やば、潤う、潤う。フライヤーじゃねえこれ、フィレオフィッシュか。うん、今までの味が濃すぎてあんま味がせん違う、これなんだ、ダブルチーズバーガー。最初の方食いよって。はい、何か頼んだかな。あ、ダブルス、だってもう一個です。あ、なんか質問来てましたね。何歳までに結婚したいですかって。20代後半とかですかね、みんな。え、周りにもうやっぱ結婚してる人いるんじゃないですか。結婚式行きました誰か。ないですか。まだ行ったことない。呼ばれてないですよ。あ、やめさせる僕もでも地元はその結婚式あげてってのは一人っすね。呼ばれてないですけど僕たちあれですかね、地元で嫌われてる感じかもしれないです。
うん、何の話の流れでいくと、俺呼ばれてねえんだとしたらストーリーすら見させてもらってえ、でも本当にいないんですか地元。でも知ってる人で結婚してるのは、はい、2人とか。おお、2組。いやー、でもなんかエイト君が結婚するってイメージないんすよ。え、彼女でイメージもないって言ってたもん。はい、もしくないですか想像と違う味。スプーンあります。あ、ごめん、全部使った。おめでとう、スプーン全部使っちゃったわ。うまっうまっうまっ僕の方が取れだけいいっすよ。あーあー、ね、ちゃあれ美味しくない。大河くんとノリくん全部ストレートに言うもん。全然僕ら手に進まん。おいしい。マスター、うん、マスタードの味がする。大成果ですね。おかしくなってますね、味覚が。うん、合ってる合ってる合ってる。そうか、何の音。中身だけを中止しようかな。あれの音だったね。食べ方汚かったです。言え言え、いくらでも言っちまえ。俺のチャンネルじゃねえんだこれは。俺チーズバーグ頼んでないわ。これチーズバーガーじゃない。チーズバーガー絶対チーズバーガーやな。レタスが入ってるんです。レタス入ってないとチーズバーガー。え、チーズバーガーレタス入ってるんですか。これじゃ何バーガー。あ、ベーコンレタスバーガー。うわ、絶対俺それだ。頼んだわ俺。そんなに食べようかなーって気じゃなかったけど、あといくらですって言った時にこれがちょうどだった。えぐい。ちょっとじゃあ最後締めましょう。これ大学院の同居人にも助けてもらって、ついにここまで、カメラマンを、はい、締めなさいよ。頑張ろうこれ、はい、これがね、じゃんけんでこれどっちが2人、2人どっちが2個食うか。はい、じゃあ負けた方ね。はい、じゃんけんぽいぽいぽい。よし、出た。出た。やばいですね、消しゴム食ってるみたいな。もう消されそう、マックから。ブラックリストになるよ。サクサクとしなしは、なはどっち派。サクサク。俺も。あ、でもしなしなの人が好きって人、しなしなの人、しなしなのポテトが好きって人多いですよ。うん、あの、なんかビールとかでも言うじゃないですか、ぬるくなっても飲める人みたいな。絶対無理っすもん。いっぱい目何飲むんですけど、ビーギーですか。違うっすね、赤ワイン。赤ワイン。バリ空気読めんもん、ね。みんなが、あ、じゃあいっぱい目ビールみたいな言ってる、あ、赤ワインで。でもなんか話しながら食べたらもう終わりそう。うん、だやっぱバーベキューじゃなくてマスタードだわ。あー、マジしんどい。はい、ということで食べました。あー、はい、ということで食べました。1万円企画検証結果、しんどい。ででん、しんどい。これまた大会終わったらしようね。僕来年12月なんで、まあ、じゃあその間までは僕何もしなくていいです。だって本当は今日僕がしようって言って、僕のチャンネルでしようかなと思って、いやもうあのエイト君のチャンネルでいい。そう、次はこの真ん中にナースケ2位入れて。そうだね。はい、ということでこの動画がいいねと思った方は高評価、そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。大学のチャンネルの方も概要欄に貼ってありますので、はい、ぜひチェックしてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、はい。